家好，我是黄家。こんにちは、Tです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりにレンズのレビューをしていこうかなと思います。もう発売されてから半年ぐらい経っていて、僕も買ってからもう数ヶ月経っているんですけれども、今回は広角レンズのタムロン 1750mmF4 を紹介したいと思います。早速こちらがそのレンズです。タムロンの 1750mmF4 のズームレンズです。なんでこれを買ったかというと、もう広角ズームレンズの最適解が本当に分からなくて、いろんなレンズを試してきました。タムロンの 1728mmF2.8 だったりとか、あとはソニー純正の 1635 の F4 の純正レンズだったりとか、この前はタムロンの 2040F2.8 のレンズだったりとか、いろいろ使ってきたんですけど、このタムロンの 1750mm っていうのが一番いいんじゃないかなと思って購入してしまいました。広角ズームレンズってズーム域を取るか明るさを取るか、本当にこのどっちかだと思うんですよ。どっちも取ってしまうと値段がめちゃくちゃ上がってしまうしっていうのもあって、その中でタムロンさんがちょうどいいレンズを発売してくれました。僕の中で広角レンズってあまりぼかさなくてもいいと思う派なので、この F4 でも全然大丈夫かなと思って購入しました。それよりもこのレンズ1本で旅行とか行けるかなと思ったので、この 17mm から 50mm、 このズーム域って本当になかなかないと思うんですけれども、さすがタムロンさんですね。広角の 17mm から標準の 50mm までカバーするこのレンズ、ちょっと使ってみたんですけれども、めちゃくちゃ最高です。それでは外観も見ていきたいと思います。はい、ということで外観を見ていきたいと思います。まずフィルター径はですね、 67mm ですね。タムロンさん結構 67mm に揃えてくれるので、まあ、フィルターつける時とかね、すごいありがたいんですよね。そして重さは 460g、 結構軽いですね。広角ズームレンズで 500g 切るっていうのはめちゃくちゃありがたいです。の手前側がズームになっています。ちなみにこちらインナーズームなので筒が伸びません。これもめちゃくちゃありがたいです。あのジンバルに乗せた時にそのままこうズーム買いやすいっていうのもそうなんですけど、あのホコリがレンズの中に入りにくいっていうのもすごく嬉しいんですよね、このインナーズーム。そして奥側がこちらがピントリングですね。このあたりソニーと同じなのもめちゃくちゃ嬉しいですね。そして最短撮影距離は 17mm 側で 0.19m、 そして 50mm 側で 0.3m ですね。タムロンさんのレンズって結構寄れるレンズが多いんですよね。なのでそれもめちゃくちゃありがたいです。そして長さですね、長さなんですけれども 114.4mm ですね。これぐらいの大きさです。持った時にあちょっと長いかなと思ったんですけれども、重さがそんなに重くないんでそんな気にならないですね。結構軽めのレンズの中に入るかなと思います。はい、続いては写りの方を見ていこうかなと思います。もう桜がほぼ散ってしまったんですけど、一応桜並木です。こちらは 17mm 側で撮っていて、特に目立ち等もせずに取って出しの状態でご覧いただいております。こちら 17mm ですね。そしてこちらが縦で撮ったものですね。やっぱり広角なのでその止まれのとの字が伸びてしまっている感じはありますね。おそらくこれが人物になると足がすごい長すぎる感じになっちゃいそうな気がしますね。そしてこちらは 50mm 側です。こっちが 17mm 側、こっちが 50mm 側です。そして 50mm 側でも縦で撮ってみました。こちらが 50mm の縦側、こちらは 17mm 側となっております。はい、こちらが動画ですね。今 17mm の状態なんですけれども、そこからググ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 と寄っていきまして 50mm まで寄ってます。こういう広角レンズって大体 17mm、 16mm から、まあ、標準域の 35mm ぐらいまでしかいかないんですけれども、ここの 50mm まで寄れるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。これも 17mm で、ここが 35mm ですね。
で、ここからまた50ミリまで寄っていけます。続いては歩きながら撮影してみました。特にカメラの手ブレ補正等は入れてなく、17ミリ側、こちら50ミリ側ですね。で、歩きながら撮影をしてみています。ちょっと四隅気になりますね。はい、周辺原稿の話が出たんで、歪みと端っこの方をちょっと見ていきましょう。やっぱり広角側になるとどうしてもこの歪みっていうのが出てきちゃいますね。そして周辺の黒くなってるとこはどうでしょうか。ちょっと今明るめなんで分かりにくいかなと思うんですけれども、結構実は出てます。はい、こちらが写真の方ですね。写真で見ると結構分かりやすいんですけれど、広角ならではの歪みっていうのも出ていたり、四隅の端っこですね、もうちょっと黒くなってるかなっていうふうに思います。こちら結構気にされる方も多いんですけれども、僕はもう後から補正をしちゃうのであんまり気になってないです。動画の場合もですね、手ブレ補正をオンにするとある程度ちょっとクロップされるので、周辺原稿とかあと歪みっていうのもあんまり気にならないように撮影をしています。はい、このレンズすごくいいレンズで便利なんですけれども、こういったところだけちょっと気になりますね。いかがでしたでしょうか。本日はタムロンの 1750mmF4 のレンズを紹介させていただきました。このレンズを持ってですね、来月台湾旅行に行こうかなと思っているので、それもすごく楽しみです。その様子もですね、 YouTube に上げようと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もご覧いただきありがとうございました。